おい、宗教を信じてるやつ。おい、今日はお前らに俺が真実を教えてやるよ。おい、いいか、人は死んだら天国にも地獄にも行かない。ただ無になるだけ。寝てるだけ。夢も見ないし、そこには何もないんだよ。おい、どんな、何の宗教の神様を信じても、それは変わらない。おい、お前宗教信じてんだろ？お前、騙されてるぞ。今日は、頭が悪いお前らに、俺が宗教の成り立ちを教えてやるよ。お前ら、お釈迦様って知ってるか？そう、仏教の創始者。お釈迦様が若い時、出家する前の話だよ。お釈迦様は、ちょっとうつ病になって、外に遊びに行くことにしたんだ。まず一つ目の門から出て遊びに出た。そうしたらそこには老人がいて、お釈迦様はそこで悩むんだよ。人は生きてたらいつか老人になってしまう。お釈迦様は家に戻る。そして二つ目の門を出るんだ。そこには病人がいて、お釈迦様はまた悩む。人は生きてたら必ず病人になってしまう。お釈迦様は家に戻る。そしてお釈迦様は三つ目の門を出る。そしたらそこには死人がいる。お釈迦様は考える。人は生きてたらいつか必ず死人になってしまう。お釈迦様は家に戻る。そして四つ目の門を出るんだよ。そうしたら四つ目の門を出たところには、お坊さんが颯爽と歩いてて、お釈迦様はそこで、俺も坊さんになれば病人、死人、老人の悩みから解放されるだろうって思って、そこでお釈迦様は出家を決意するの。現実逃避やー！お釈迦様が現実逃避やー！そうしてできたのが仏教。宗教なんてな、どれも基本的には同じ。死への恐怖？人が誰しも持つ死への恐怖からの現実逃避からできてるんだよ。そして、その人の死が怖いという恐怖心をうまーくビジネスに変えてるのが宗教なんだよ。おい、お前らに質問だ。仏壇を買ったやつは天国に行けるの？幸せになれんの？じゃあ、仏壇を買えない奴は幸せになれないの？神様が幸せにする奴を選ぶとき、お金持ってる奴、お金持ってない奴選ぶの？そんな神様、本当にいい神様？ねえ。お前ら仏壇買って、それ何になんの？おい、宗教を信じてるやつ、はっきり言ってやるぞ。お前らは食い物だ。宗教の上の方にいる人たちのな、お前らは食い物、弱者。でもお前らはそれが幸せなんだろう。じゃあ、盲目的に信じてればいい。お前が幸せなら
騙される人生も悪くないな。ということで柴田でした。